さあやっていきましょう。2月6日、スノー時間2月6日、現実時間ではもうちょっと12月中でございます。どうもアザラシです。スノー実況パート11、まあやっていきましょう。まあ、朝からモーニングコールが鳴り響いておる。モーニングコールがボーナスクイズ。おお、ボーナスクイズ。さて私は一体誰でしょう。メイコですね。1、キュートなメイコ様。2、クールなメイコ様。3、ヒップホップなメイコ様。これはね、1番だと思うな。さあ正解はどれ。1番だ。答えないと今日殺す。キュートなメイコ様だ。1番。ヒップホップだろ。4、アンニュイなメイコ様でした。アンニュイ要素ないっすけど。アンニュイ要素なかった。正解だった。そんなのなかったし、アンニュイ要素なかった。ボーナスとしてメイコ様のサイン入りブロマイドを。この年まで生きてきて、このブロマイドってものをよく理解してないんだけど、写真をラミ加工したものをいわゆるブロマイドっていうのか。いやだからなかったってそうだ。正解だったら。だったら。うんこふぬ。なんだと。冗談。ははは。いい加減起きろよ。寝すぎはボケるぞ。ではボケるぞ。さらば。これぐらいサバサバしてる方が俺は好き。どれぐらいサバサバだよ。どれくらいサバサバだよ。じゃーん。悪魔の司令塔がって今書いてあったかな。一瞬でそう見えた気がするけど。はいはい、おはようございます。名前変えたいな。カナ、でもカナタって呼ぶからさ変えられんよな。はい、大丈夫じゃなくて。はい、やっぱりね、やっぱりな。かっこれ、はい、お弁当と。ニコニコ動画って今もあれなんですかね。パンツレスリングとか、それなりにはまだもてはやされているんだろうか。気をつけてね。その昔自分がニコチューだった頃、いってらっしゃい。やっぱパンツレスリングが一大文化圏を形成していて、まあ、ニコニコといえば初音ミクとパンツレスリングっていう時代だった気がする。まあもちろん初音ミクっていう表向きの部分と、表向きというかその日の光に当たる部分とパンツレスリングみたいな、あと第3曲がゲーム実況かな。うん、そんな感じだった。パンツレスリングってのはまあまあ空耳が基本的なネタにはなってくるんだけど、あれはニコニコ独自の文化だったのかな。だったのかな。どうなんですかね。ニコニコ専門家の方にお聞きしたいんですが、好きだったな、パンツレスリングな。ビリー・ヘリントンもだけど、やっぱ職人のこの強引な力技でもってこう作品にしていく、あのビデオをね、日本語じゃないからね、空耳がやっぱりこう空耳がこう耳にこう残るというかね、全てはチャンスとかエビ臭いとかな、最強とんがりコーンとかさ、いい目してんねサボテンねとか、そういうなんかワードが頭に残るわけだ。任務はあれはニコニコのものじゃないよね、ぶっちゃけ。任務動画とかあるけどさ、あれはニコニコのものというよりはむしろネットのも、某掲示板のものというか、なんなら野球民のものだからさ。ただのとかさ、その陰部ネタがニコニコで今なお残ってるっていうのはおかしいなって思う。そっちは元のカルチャーじゃないじゃないか。ニコニコのカルチャーってのはパンツレスリングだろ。何のこだわりなんかよくわからない。話全然聞いてなかった。君らちび砂利はもう全然眼中に入ってないんですが。ててててててて。女の子を助け起こす。ててねねてって。幽霊じゃないっす。
ほいほい。あれもう5分経ってる。早いな、時間が経つのは。俺は生きてるんだ。あの落石事故の後、奇跡的に助かったんだ。金子誠、小坂誠、佐々木誠、小鶴誠、吉野誠、今岡誠。他になんかおるかな。まあ、まあ、探しゃいる。相内誠とかもいるよな。相内誠が登録名を誠にして、高速で無免許だったか速度超過のあれを帳消しに、あのそのそれをしたっていう記事があって、まあまあいいや、わかんねえわかんねえ話やめとこう。いやわかんねえ話やめとこう。西武のね、誠にふにふにビヨーン、したいしたい。おやすまんの、金田とも、そういや最近ね、なんかあのイオンに金田智子が来てたみたいだよ。これです、こいつです、こいつです。金田智子が来てたそうっすよ。そう考えたら行きゃよかったな。先週の日曜日ぐらいだったの気がするんだ。うん、金田智子でいいよな。今一瞬あれ金田智子だったっけって思って、金田智子でいいよな。金田真昼かなって今一瞬思ってしまった。金田真昼じゃないっす。金田真昼は某エロゲ声優です。違いはあんまりない。どちらも結局けわた、どっちもあのけたたましい感じの金田性は消えた魂。女子にモテなそうな、出世しなそうな名前じゃの。この話もなんか過去に聞いたことがある気がするんだけど、気のせいかな。わらわの父上にとことなく似てると思ったが、似てほしくないの。実は過去の話でわらわの、その辺は語れたい。和光王家、いい名前なんだよ。シャモとかいう某大物 YouTuber、 シャモじゃねえよ、シャムかのが割と話題だけどさ、全然知らんのよ、全然。うん、ナンジェとかいてスレとか立ってんだけど、全く興味がないというか開かなくてさ、カルチャーに乗り遅れてる感があるんだけど、あれって要は結局のところこうちょっと足りない感じの人というか、をバカにする的なところからこう端を発するわけでしょ、感情の揺れ動きというか。それがどうもなんかこう自分の中では消せないというか、腑に落ちないというか、入っていけれないなって思ってしまうな。だから陰夢ネタとかも正直あんまり好きくない。ただのバカにするとかそういうところから入るわけじゃん。ホモネタ、ホモ、こいつらホモだからみたいな感じで入っていくわけだ。それは果たしてだな、うん、ね、しまった今あれ、ま、マイクのあれがない、防風がついてない。だから声がちょっとなんかかすれた感じに聞こえるのか。いつもこの防風じゃないんだけどね、風を、ウィンドガードをね。ニャニャニャ、ちょっと待てよ、弁当の包み出した。これ少し食うか。なんじゃそれは。弁当じゃ、俺の弁当。弁当、まあ、時代が時代だから多分あんまコンビニとか、時代が時代、さすがに、さすがに20年ぐらい前弁コンビニぐらいあったか。いやあんまなかった気がするな、まだコンビニがそんなに。いやでもうちの高校の前にはコンビニがあったぞ。うちの高校の前が20年前ではないな。あれは記憶が曖昧すぎて20年はないか。でもねいいのか。ドリキャスの販売されてる ところ時が2000年ミレニアムぐらいだから、2000年ぐらいだから、今が18年だから2020年ぐらい前じゃん。うん、でも俺もそんなに年じゃねえんだよな。20年前に高校生だったわけではないはずなんだよ。うん。うん？ハテナとか頭で自分の中で。
記憶ってのは曖昧なもんだな。ガッガッツ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 サンキューガッツもぐもぐもぐ。この茶番よ、なんか見た気がするんだよな。やったんかな、一回やって録画失敗したのかな。シャモンの顔がこいつらに腹いっぱい物を食わせてやってくれ。卵焼き一切れ、そして野菜の炒め物が一口弱だけだった。そう、こいつらの服は誰が用意してるんですかね。どういたしまして。まったくこいつの親は一体桜花だっけ。飯食わせてもらってないのか。お母さんからご飯を取ってつけたような寂しい BGM が。防風のためにこうやって喋ろうか。こうやってだから右手でこれをこうしようか。こうしよう。こうすれば多少は、うん、多少は息が吹きかかってもポフってならない。大きいな、こういう一つずつの。今あれっす、あのマイクがこうあると、こういうふうにマイクがあるとしたら、このところに今あのメガネのあのなんだっけ、メガネをこう拭くやつ、あの布のやつ、あれをこうかぶせた。それだけで随分違う。普段はここにあのお守りをつけてます。なんて読むんかなこれ。多分ね、イザナギ神宮って書いてある。なんか淡路島かなんかで買ったお守り。今イザナギ神宮って言っただけで、本当にすごい難しい字でイザナギって書くんだよ。井原監督のイイに装飾の装みたいな字、巨諾の諾みたいな字で、イザナギだったような気がするんだよ。ゴンベンに若いっていう字かなあれ。そうか、あ、だから昨日のあの親子を見ていたのか。少し羨ましそうに。俺がしてやろうか、抱っこ。何を言っておるのじゃ。早く水汲みに行け。よいのじゃ。そんな早く水汲みに行け。まあ父ちゃんの代わりにはならないかもしれないが。いいのじゃ。抱っこくらいなら、ほれ。あれだぞ、気をつけた方がいいぞ。通報されてしまうかもしれん。こちらは全然そういう意図がなかったとしても、こういうことをしていたら通報されて変質者扱いされてしまうかもしれない。気をつけよう。髪すごいよな、なんか時代だよな、こういう髪の塗り方がさ。コンピューターでこうね、レイヤーじゃない、パスをこうやってこうしてこうしてこうやってこうやって作るわけだ。この髪のこの感じはとてもじゃないが。それやしんどいよ。やるのは、うん、パスでこうこの曲線を描くようにするのは、まあ方法としてはそうわかるんだけど、めっちゃめんどくさい。それってもう絵じゃないもん、もはや、うん、でもそれがあるからこの味が出てるっていうんとしたら、うん、まあなんともいい、なんとね、そういう書き方も一つ方法なんだろうなとは思うんだけどな。でもそうか、少女漫画とかはもうこんな感じで綺麗に線引くよな。喜んでるな、ガキが。喜びすぎ。めっちゃうぜえと思ってたけど、こんな風に素直に喜ばれるとちょっとにやけてしまうから、ちょっと素直に喜ばれると弱いね。ぐるぐる走り回った。早い気持ちいいのじゃ。ぬおほほ。もっとじゃ。うめえな、金だと思うわ。ずる。おわ。
とっとっとっと、ふう、やばかった、雪で滑ったぞ。危なかったのじゃ。一気に雪つき、打ち解けたな。夏になったらあれやりてえな、スイカやりてえな。俺の思い出ノベルゲーム、そのシリーズ、その3か4ぐらい。スイカはね、スイカって読むかもしれないけど、スイカはね、いまだにマウスパッドなんですね。そのドリキャス版のこのパッケージについてたスイカ巾着っていうのがあって、ピンク色なんだけど、それがいまだにマウスパッドとして使っている。非常にあのマウスパッドとして優秀なんですね。マウスパッドってずっと使ってたらなんかめくり上がったり劣化したりするんだけど、布の巾着をマウスパッドにこう入れることに、マウスパッ布の巾着の中にマウスパッドを、普通のやつを入れることによってマウスパッドの持ちも良くなるし、そしてこの布のこの滑り心地のいい感じが、この巾着がいいんですよ。伝わらねえ。ここにあのデスクトップにカメラでも映しながらやんだけど伝わらねえよ。え？ポリタンクス。ポリタンク。ポリタンクってさ、意味的にはさ、ポリって多重というか多数って意味じゃん。でもポリタンクを2つ運ぶっていうのは、それはツインタンクだよな。ポリタンクじゃないよな。細けえツッコミをさせていただくけど、ツインかダブルか、そういうタンクだよな。ダブルタンクだ、もしかして。ダブルタンクって言ったら、なんかあのガンタンクの中みたいな感じがしてくるけど。ね。なんかポリタンクってポリじゃねえじゃんって思うね。うん。どこら辺がポリなんだな。まあそうだな。ポリエンカビニールで作られてるとか、ポリエンカビニールでいいかな。ビフェニールかわからんけど、まあ。そういう材質のことかな。ポリタンクはね。ポリカーボネート。うん。うん。いや、一瞬で仲良くなったな、ガキンチョと。才能あるわ、カナダさん。ガキンチョと仲良くなる才能がある。なんじゃ。意味深な。うん、なんでもないぞよ。んじゃ、カナタ。なんじゃ。なんじゃ。また。そういう寂しそうな目をするでない。そういう寂しそうな目をするんじゃない。俺でよければいつでも抱っこするよ。変に懐かれてしまってるじゃないか。んじゃな。にゃん。よ、18分か。じゃあまあここら辺までにしとくかな。はぁ、あ、孤独に寒いんだよな、とこまで。はい、じゃあパート11はここまでということで。ほなまた。